本日は数行のコード追加でステーブルディフュージョンの生成画質を格段に高品質にできる拡張機能フリーUの検証をしてみたいと思います。フリーUの枠組みは既存の拡散モデルに数行のプログラムを追加するだけで簡単に組み込むことができるとのことです。生成時間も変わらないとされていますね。見た目でわかるくらい高品質になるんですかね。こちらのページ中央のプロジェクトページからフリーUの説明や比較動画が見れるので確認してみてくださいね。では今回 WebUI の拡張機能として利用可能になったとのことで早速インストールしてみましょう。 WebUI 上部のタブからエクステンションズをクリックします。続いてインストール from URL をクリックし表示された画面にある URL for extensions git repository という入力欄に目当ての拡張機能のファイルが置いてある URL を貼り付けます。今回紹介するフリーUの URL はこの動画の概要欄に記載しておきますのでコピペしてみてくださいね。そうしましたら下部にあるインストールボタンをクリックすれば OK です。インストールが完了したらリロード UI をクリックして WebUI を再起動してくださいね。もしリロードしても拡張機能が表示されない場合は WebUI のコマンドプロンプト画面をそっと閉じてから再度立ち上げてみてくださいね。拡張機能の導入方法は基本的に同じなので気になる拡張機能を見つけたら同様にインストールしてみてください。インストールが完了したら画面下部にフリーUの表示があるので展開します。左上のイネーブルにチェックを入れるとフリーUが生成時に適用されます。各項目はまだよくわからないからデフォルトの値でいきますよ。一応バックボーンは画像全体の形や色をクリアにする役割でスキップスケールは画像の線や質感に影響を与えているようですよ。なるほどなるほど、慣れてきたらいじってみましょうね。まず画面上部に SD1.4 から SDXL までの3つのプリセットボタンがあります。これをクリックすると各モデル用の推奨設定が読み込まれますよ。最初はステージ1とステージ2の設定が適用されており、ステージ3は閉じているので適用外だと思われます。展開するとステージ3も適用されるのだと思います。今回も使用するモデルはキサラギミックスでいきますよ。このチェックポイントのベースモデルは SD1.5 とのことです。それでは検証用にテキストトゥーイメージで生成したキラキラゴールデン美女の画像を使って検証していきましょう。ではピングインフォでこの画像の情報を取得してテキストトゥーイメージに送ります。シード値は固定でいきましょうね。一応プロンプトと設定はこのような感じになっています。それじゃあフリーUをデフォルトのまま適用させたら各プリセットごとに生成してみますよ。まずは SD1.4 のプリセットからどうぞ。シード値固定しているのに画像がちょっと変わっちゃいますね。生成途中でフリーUがスキップしたりいろいろとやっているからでしょうかね。それよりも姉様、肌の質感とか影の陰影とかなんか生々しくなってないですか？そうですね、見た目でわかるレベルで品質が上がっているようですよね。コントラストが上がっているような感じですかね。いやいや、これは生々しいですな。あまりの生々しさにずんだ餅が来たのだ。フリーUを適用させて生成すると血色がよく見えますね。では次は SD2.1 のプリセットで生成してみましょう。また画像に変化が現れましたね。まあ全然違う人物になっている感じでもないですし、これくらいなら許容範囲ではないですかね。そうですかね、こだわる人は微妙な顔のニュアンスが違うだけであかんってなりますけどね。ということはフリーUを使ったテキスト2イメージでのシード値固定高画質化は元画像が変化するリスクがあるかもですね。でもアフターディテイラーのように最初から常にかけておけば問題ないですよね。なるほど、そうですね、生成するときは常にかけっぱがいいかもですね。生成時間も全然長くなってないですしね。それに多分イメージ2イメージでならあまり変化させずに適用できますよね。そうですね、後半でイメージ2イメージでの適用も検証しましょうか。では次は SDXL 用のプリセットをどうぞ。なるほどなるほど、さらに画像が変化しましたね。今回生成した感じでは
やはり最初の SD1.4 というプリセットが一番なまめかしい結果と言えるのではないでしょうか。使用モデルがベースモデル SD1.5 というのもあって、それ用に最適化された数値なのでしょうね。まあ各プリセットごとに最初のバックボーンとスキップの値が変わるだけのようなので、お好みでって感じですかね。では次はイメージトゥイメージで検証してみましょう。では先ほどの元画像の情報をピングインフォからイメージトゥイメージのドロップエリアへ送ります。三角アイコンをクリックして生成サイズを合わせたら、とりあえずデノイジングストレングスを0と 0.1 で生成してみましょう。はい、ジェネレート。はい、元画像と全く同じですね。厳密にはアリンコくらい変わっているけど、交互にクリックしてやっとわかるレベルですね。フリーユーの効果も全くわからないので、デノイジングストレングスはある程度上げないとならないようです。ではデノイジングストレングスを 0.4 から 0.7 にして一緒に検証していきましょうか。さっきと同じで各プリセットごとに生成しますね。はい、ジェネレート。なるほどなるほど、やはり SD1.4 のプリセットは生々してますね。デノイジングストレングスが上がるにつれて生々しさが増していく感じですかね。この画像からはそのように見えますね。フリーユーの聞き具合が変わるんですかね。たまたま高デノイズでの画像の変化がそうなっただけのような気がしますよ。デノイジングストレングスが 0.7 は結構変わっちゃうかと思ったけど、そうでもないですね。では次は SD2.1 のプリセットで、はい、ジェネレート。姉様、フリーユーがかかると元画像に比べてだいぶシャープで色ツヤも極上になる気がしますよ。そうですね、フリーユー適用画像から元画像を見るとあれ薄いと思っちゃうレベルですかね。これは紙拡張機能認定でいいのではないでしょうか。じゃあ次は SDXL 用のプリセットで、はい、ジェネレート。この SD1.5 ベースのモデルを使用した検証では、プリセットが SD1.4 から SDXL へ行くにつれて色味が薄くなってきていますね。そうですか、では並べてみましょう。ほら、確かにやはりモデルに最適化されたプリセットが一番いいのですかね。では最後の検証に行きましょう。フリーユーを適用した画像と同一条件でシード値を固定して、フリーユーを未適用で生成するとどうなるかやってみますね。はぁ、はぁ、はい、よろしくです。では先ほどフリーユーを適用して SD1.4 のプリセットで生成した画像を使用しますね。ピングインフォからテキストトゥイメージに送って、シード値固定を確認して、フリーユーのイネイブルを外して未適用にして、はい、ジェネレート。おお、検証用に作った元画像が生成されましたよ。まあフリーユーをかけたら画像が変わっただけで、シード値等の条件は一緒ですからね。はあ、そういうことですか。何か面白いですね。それでは今日はこの辺で、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ生々しい画像を作ろうか。